サントは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域県、シャラントマリティーム県の都市。周辺のコミューンとともに、人口約5万5千人の都市計を形成している。市内は14の行政区に分かれている。県中央部の東より、シャラント川の両岸に広がる。ダロシェル・トボルドーを結ぶ、英樹高速道の中間地点に位置する。 シャラント川市内のアルザス・ロレーヌ・通り溝の遺構、そして新石器時代後期の陶器用の跡が、大ヒャンシュと呼ばれた地の近くにあった。紀元前3世紀頃、サントンジュ地方を支配していた、ガリア系のサントン族の勢力下にあったオッピドゥムは一つ、以上あった。実際の都市の出現は、ローマ軍によるサントンジュ征服後、紀元1世紀半ばと証明されている。 アウグストステージ代に都市は急速に重要性を増し、メディオラナム・サンタナムの名でローマ族ュガリア・アクイタニアの最初の首都となった。ユリウス・クラウディウス朝時代、フラウィウス朝時代、後検定時代に都市は印象的な記念物で飾り立てられた。2世紀半ばにはほぼ100ヘクタールの土地に1万人から2万人の人々が暮らしていた。約1世紀後、 蛮族の信仰と無秩序の時代が城壁に囲まれたカストラの中の都市の衰退を招いた。城壁はいくつかの聖堂や神殿を解体した資材で作られていた。この時代にキリスト教が伝来したと見られている。一説では初代主教にして殉教者、エウトロピウスの影響があった。8世紀の検証において都市の名はサンクトナズと記された。10世紀には サンクトン、中世後期にはザンクッツと記された。現在の綴りは18世紀から使用されている。フランス革命中の1793年、王政や封建政治、名神を連想させる都市名の改名が命じられ、ションテと変えられた。中世に入ると、西豪都族、バイキング、サラ先人ンンが相次いで進行し、政治的に不安定な都市は、 メロビング町とカロリング町の二度、アクイタニア王国に併合された。9世紀から10世紀の不安定な時代は、司教の不在の時期と重なった。11世紀、アキテーヌ公領であったサントは城壁を整備し、カピトル丘に城を建設した。同じ頃、クルニーの兄弟たちが、聖エウトロピウスに捧げる、聖堂建設を支援した。これが、現在のサムトロープ聖堂で、たちまち、 サンティアゴの巡礼路の休息所となった。並行して、シャラントカワウアンに、ベネディクト会による女子修道院、ダーム修道院が作られた。フランス王ルイ7ナ世ナヒにして、アキテーヌ女皇であるアリエノール・ダキテーヌが、1152年にルイ7世と離婚して、アンジュー白剣ノルマンディ公アンリと再婚すると、アキテーヌ全体が、イングランド用となった。1242年、 ラマルシュ博遊具十世同竜ジニャンが、ルイ九世に対して反乱を起こしたことで、ルイ九世率いるフランス軍は、アキテーヌを併合しようとし、遊具十世のまま子で、アキテーヌ公イングランド王のヘンリー三世が、遠征軍を率いて上陸した。両軍は、サントの場外で衝突、敗北したヘンリー三世は、サントンジュ地方の一部を失った。サントは、 フランスアキテーヌ国境の町となったが、正式にサントがフランスに併合されたのは1404年である。16世紀に起きたユグノー戦争によりユグノーとカトリック両派の衝突は、都市の記念物の一部を破壊した。対抗宗教改革政策で都市に平和が戻ると、多くの修道会がサントにやってきた。一方で、ユグノーへの関与は薄れ、改修を嫌った亡命者が相次いだ。 1790年、サントは新設されたシャラント・アンフェリュール県の県と、なった。1802年、コンコルダートによって、サント市教座は、ラロシェル市教座と統合され、サントは、市教座を失った。その8年後に県トがラロシェルへ移され、経済停滞の時代はフランス第二帝政末期まで、続いた。1867年に鉄道が敷かれた。ありがとうございます。